こんにちは。今回のサロンワーク動画ではまず前編からワンカラーのジェルネイルのオフをしていきます。まずは先端を短くします。先端部分先に削っておくことでオフの後に先端を削るよりもオフの時間が短縮されます。いつも伸びた分を短くオーダーされるお客様なので根元の伸びた分の長さを見ながら先端を短く削ってから表面を削ります。表面を削る時も先に先端を削っておくことで削る面積が減るので削る時間も短縮されます。1本の指だけをずっと削っていると摩擦熱が伝わってきてしまうので徐々に薄くしていきます。ベースジェルが所々見えるぐらいまで削れるようになるとオフの待ち時間がとっても短く早くオフができるようになります。しっかりとダストを払います。ダストがお客様の指に残ったままリムーバーで巻いてしまうとダストもジェルなのでリムーバーで溶けてしまいます。そうするとお客様の指に薄い膜のように貼ってしまってちょっと取れづらい状況になってしまうのでダストオフしっかりしておきましょう。ジェルのリムーバーとコットンアルミを使って溶かしていきます。そしてここまで終わったらもう片手も同じ作業をして戻ってきます。今回中指の部分は地爪ごと割れてそのままジェルが一緒に剥がれてしまったということで先端が2枚爪のような状態になっていました。2枚爪のように先端がちょっと1層目2層目が剥がれてしまっている状態でそのままジェルネイルを上からしてしまうと中浮きの原因になってしまったり先端が浮いてくる原因になってしまうのでしっかりと剥がれている爪の部分のみを削っていきます。そしたら溶けてきている部分をオフしていきます。今回はワンカラーなのでとってもオフも早いです。メタルプッシャーで私はいつもこの擦り落としていくんですけれどもメタルプッシャー新品だと地爪も削ってしまうことがあるので使い古しのものを選んで使ってください。ワンカラーネイルのオフの時は削る時間がとっても早いのでもう片手戻ってきてオフをする時にまだ溶けきっていないということがとってもよくあるので1本ごとにファイルもかけていきます。なので面積の小さい溶けるのが早い小指から始めて徐々に親指をオフしていきます。オフが終わったらネイルマシーンのビットをグリーンポイントに変えて甘皮を押し上げていきます。甘皮を押し上げるときは必ずサイドコーナー甘皮周りサイドというようにつなげていきます。グリーンビットで甘皮上げすぎてしまうとこの甘皮の下にマトリクスという爪を作る部分があるのでそこが傷を負ってしまうとデコボコした爪が生えてくるようになってしまったり痛かったりしてしまうので押し上げすぎは注意しましょう。右手の中指のコーナーはペンダコなどができていて硬くなってきている方が多いのでしっかりと上げていきます。ただ上げると痛いというお客様もいらっしゃるので確認してから上げられるお客様はキューティクルをしっかりプッシュアップしていきます。スポンジのバッファーで表面をスムーズにしていきます。この時スポンジをかけすぎてしまうと爪が薄くなってしまってとってもジェルネイルが浮きやすい爪になってしまうので気をつけてください。表面のツヤがなくなる程度やオフの直後の場合はザラつき感がなくなる程度に優しい力でかけていきます。キューティクルニッパーで気になる部分を整えていきます。甘皮が結構伸びている方はスポンジバッファーをかける前にキューティクルニッパーをかけていますしここも様子を見ながら順番前後しています。指周りの角質もかなり硬くなっているところなどはニッパーで取っていきます。ちょっと気になるなっていうところは先ほどのグリーンポイントをかけたりファイルをかけることで柔らかくすることもできます。プレプライマーを塗ったらプレパレーションの
終了となります。後半にジェルネイル編と続きます。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。また見てね。